こんにちは、ケミジュリチャンネルのケミです。今回は乙種公種危険物取扱者の実践練習問題第8講義目ということで、今回も法令の方をやっていきたいと思います。そして今回で法令の方終わりになりますので、次回から物理科学の方も出していきたいと思います。よかったらですね、チャンネル登録をしてそちらの動画もですね見てもらえたらいいかと思います。他にも解説動画など上げているので、よかったら見てください。ではやっていきます。第1問、法令上危険物を収納する運搬容器の外部に危険物の品名、そして化学名および数量を表示しなければならない、丸か×か。答えは正しいので丸です。危険物の品名、化学名、そして数量の方をですねしっかりと外部に表示しなければならないと法令上決まっているので、しっかり覚えるようにしてください。第2問、法令上危険物を収納する運搬容器の外部に運搬容器の構造および最大容積を表示しなければならない、丸か×か。正解は誤りなので×です。運搬容器の構造及び最大容積を外部に表記する必要はありません。ちなみに材質なども表記する必要はないので、しっかりと覚えるようにしておいてください。第3問、法令上危険物を運搬容器に収納する場合、危険物は温度変化等により危険物が漏れないように、すべて運搬容器を密封して収納しなければならない、丸か×か。正解は誤りなので×です。危険物は温度変化等により危険物が漏れないように運搬容器を密封して収納する必要がありますが、全てではなくて、温度変化等により危険物からのガスの発生によって運搬容器内の圧力が上昇する恐れがある場合は、発生するガスが毒性または酸化性を有する等の危険性があるときを除き、ガス抜き口を設けた運搬容器に収納することができると法令上はなっています。そのためですね、全て密封するのではなく一部密封するということで、その点が間違いなので×、誤り×になります。第4問、車両で運搬する危険物が指定数量未満であっても、必ず車両に消火設備を備え付けなければならない、丸か×か。正解は誤りなので×です。指定数量以上の危険物を運搬する場合、運搬する危険物に適応した消火設備を設けることと法令上あります。そのため、指定数量未満の場合は消火設備を備え付ける必要はありません。それとですね、運搬する危険物の指定数量の倍数の合計が1を超えてはならないという出題例がたまにありますが、そちらも当然×になりますので、しっかりと頭の中に入れておいてください。第5問、法令上移動タンク貯蔵所において危険物の移送は、移送する危険物を取り扱うことができる危険物取扱者を乗車させてしなければならない、
丸か×か。正解は正しいので丸です。こちらの文章ですね、そのまんましっかりと覚えてもらったら問題文解けると思うのでしっかり覚えてください。でですね、これと似たような問題で、危険物積載の有無に関わらず危険物取扱者が乗車しなければならないという問題があります。こちらはですね、×になりますので問題間違えないようにですね、しっかりと文章を読んで理解するようにしてください。第6問、法令上製造所等で使用する消火設備の区分について、第3種消火設備に該当するものは次のうちどれか。 A 泡を放射する小型の消火器、 B 消火粉末を放射する大型の消火器、 C 泡消火設備、 D 屋内消火栓設備、 Eスプリンクラー設備。正解は C の泡消火設備です。ちなみに言うと A の泡を放射する小型の消火器は小型消火器ということで第5種消火設備になります。そして B の消火粉末を放射する大型の消火器は第4種消火設備、 D の屋内消火栓設備は第1種消火設備、そして最後 E のスプリンクラー設備は第2種の消火設備になります。しっかりとですね、消火設備覚えるようにしておいてください。第7問、法令上製造所等に消火設備を設置する場合、危険物は指定数量の100倍を1所要単位とする、丸か×か。正解は誤りなので×です。危険物は指定数量の10倍を1所要単位とします。そのため問題文の100倍を1所要単位とするというものは間違いになるため誤りということで×になります。それとですね、消火設備の所要単位の問題はですね、よく出題されてきます。中でも今回のように危険物の指定数量に関わってくる問題はよく選択肢にされてきますので、危険物の指定数量の10倍を1所要単位とするというのをですね、しっかりと頭の中に入れておいてください。以上で乙種公種危険物取扱者の実践練習問題第8講義目法令について終わりたいと思います。それでですね、今回の講義で法令の方すべて出題し終わりましたので、次回からは物理科学の分野の方を出していきたいと思います。文系の方だったりするとやっぱり物理科学の分野が苦手意識あると思うんですけど、危険物取扱者は全ての分野で6割以上取らないといけないということで、僕の問題でですね、しっかりと問題対策をしてもらえたらいいかと思います。そうすることによって苦手意識を少しずつ克服してって合格率が必ず高まっていくと思いますので、全ての動画チャンネル登録をして見てもらえたらいいかと思います。では終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。